お疲れ様です。8月22日、えー、深夜3時30分の相場解説になります。まずはね、えー、と今までの、まあ、振り返りと言いますか、事後解説をしながら、これからの動きをちょっと見ていこうかと思いますけども、先週1週間はずっと上昇を、こうね、トレンドを追ってきました。で、えー、と金曜日あたりからですね、土曜日にかけて、えーこうまあ、正確には木曜日の夜あたりからちょっと、 動きが変わってきたんですけども、下の方にぐーっと下がってきましたね。これがだから先週の末に起きたことです。それから月曜日になりますと、横ばいが始まったということで、昨日のことだったんですけども、この横ばいのレンジをですね、ここと、黄色で書きましょうか。それからヒゲ先で囲う、こことに設定していたわけなんですけども、さあ、ここまでが昨日です。そして昨日19時ぐらいにね、あの、大きく上の方に上昇したよってところで、えー、今、 夜が明けそうな3時半を見てるんですけども、振り返るとですね、こちらを超えたところで、ブレイクで、倍の方向に、まあ、行ってましたよね、と。まあ、もちろん、この時間寝てますんで、手も足も出ないわけですけども、そうなるとですね、今度は、えー、とここで、今折れ曲がってるところに遭遇してるわけですよ。ということは、新しく天井をこの辺りに設定することができるのと、あとはね、この上昇の 本当に上昇トレンドが起きてるわけなんですけどもこの上昇トレンドがねまだ強いんだったらここ,あここを越えてここをぶち抜いてね146円の後半の方に向かっていくのかなっていうところですでもう一つはまさにここがですね、えー、天井になってここと符号して下の方に向かうからまたセルで取っていけるんじゃないかなってところですよねこれはあと数時間たっ でこの陰線の束がどっちに向かうのかなってことを見ていかなくてはいけませんので今すぐに結論が出せませんけれども今までの動きとですねこれからの動きどっちも大いにありえるかなとというのが随分下からせり上がってきたのがこういうふうな形でねさらに上に向かうというところとあとはここで大きな形の、まあ、下はちょっと分かりにくいんですけどもレンジの方に落ち着くかなっていうのでね えちょっと2つ分かれてるわけなんですよね、まあ、レンジの方になるとしたら今もう絶好のセルのポイントではあるんですけどもまだ判断するのはちょっと早いかなと思いますえーとね4時間とかを見てみるとどうかっていうとこれが4時間なんですけどもあの結局移動平均線を横切らずにまた上の方に戻っちゃったでしょ、うん、だからさらに上昇トレンド継続というふうには見えるんですけどもここで思い出されるのが介入がどう入るかなってことですよね で、一日足を見てみると、その溶線のね、作り方がすごくはっきりしてるなと。昨日の時点では、あの溶線が、あ、できてるなっていうことで、ほとんど見えない状態ですよね。上下の幅がほとんどない状態で。でも一日経つとこう大きな溶、ね、線になってきて、その前の二日間の陰線をほとんど取り戻すような形になりますよね。この強い溶線っていうのは、次の日も大きく溶線になる可能性非常に強いです。 えー、まさにこの、ね、日足も上昇トレンドになってますからね、えー、これによって全時間軸が上昇トレンドになってるよってことなんですけどももうですよ1時間で見ると、まあ、上昇はしていくんでしょうけども瞬間あ横ばいも作る可能性があるんですよねうんだからこの2つのうちどちらかをちょっと火曜日は見極めて、えー、見極められた時点で、えー、エントリーをしていこうかなっていうところですねはいそれじゃ今日は深夜こんな感じで解説の方を終わらせてもらいます どうも、お疲れ様です、えー。今日の相場解説は8月22日朝6時なんですけども、ちょっとタイトルがね、気になるところだと思います。これで、ね、1日足も4時間足も、それから1時間足も全部ね、上昇トレンドにいるんですよ。しかし、上昇トレンド中なんですけども、これね、下落の方にまとめて向かっていくんじゃないかなというふうに思ってます。これはね、どうこういう根拠が明確にあるかっていうよりも、非常にね、言いたい、言いにくいんですけども、 やってきた勘なななんんじゃないかなと思うんですよいやこれはもうちょっと上がりすぎだろうって思ってるところなんですよですんで一時的に下落するかもしくはね良くても横ばいになるんじゃないかなと思いながら今日見ていこうと思うんですよねえ通常テクニカルを素直に捉えていくと瞬間的に捉えていくとこれはね倍でもう一択なんですよ今日はでも私はね逆にそうかなと思ってるんですよね そのことをちょっとね、伝えにくいんですけども、なんとなくできる限りわかりやすくお伝えはしようかと思っておりますんで、よろしくお願いします、えー。ご覧のようにね、日足は上昇トレンド中なのは見て取れると思うんですよね。で、気になるのがですよ。気になるのがいくつか要因があるんですけども、ここを超えて、前回、口先介入があったところを楽に超えてるのに、そろそろね、なんか、介入、口先介入ぐらい入るんじゃないかなと思ってるんですよ。まあ、いつもね、思ってるわけなんですけども、 特に昨日一日で大きな要線が出てきて、ここともう一回並んでるわけなんですよね。価格にして今146円に乗って、それが146円の中盤を上回るところら辺までね、ちょっと到達しようとしてるところだと思うんですよ。でこうなると、さすがに利益確定の流れが投資家さんの間で出てくるかなっていうことと、 あと、それがなければね、口先介入で強制的に下に降ろされるようなところもあるんじゃないかなと思ってるんですよ。まあ、ですんでね、本当にね、根拠薄いんですよ。根拠薄いんですけども、この感覚ってものもどうしてもね、出てくるんですよね。非常に頼り、頼りない相場解説にはなろうかと思いますけども、私は今日倍で入るのはあんまり得策じゃないなと思ってます。むしろセルで利益が取れるんじゃないかなというふうに考えてます。4時間の方行きますね。4時間の方も、どうですか移動平均線の、 下に潜り込むことなくね、反発して上の方に跳ね上げていったでしょ。だからこれは上昇トレンド回復のはずなんですよ。移動平均線がこうあってローソク足がその上にずっと乗ってる状態でしょ。だから上昇トレンド継続にまた立ち返ったというふうな判断をしてもいいんですけども、でもこうも言えるんですよね。この横ばいがスタートしたとも言えるんですよ。うん、で、その横ばいを契機に、 今度は下がっていいくんじゃないかなとかかとねもしくは下がらなければ口開き介入によって、うん、セルの方を余儀なくされるとかねそんなことを思ってますだからあんまり自信を持って今日ね皆さんにお伝えできないんですよで1時間もですけども結局移動変形線の下にいるところから上の方にまた立ち上がってきたわけですよだから倍でいいような気がするんですけどもただねここは超えきらないのかなっていうふうにも思うんですよ でまたあの移動平均線の下の方にローソク足が入り始めるような気がするんですよねこれすいませんこんなこと言うとあれですけどもそうなりそうな気がするっていうね <laughs> うんそんなことなんですよねだから今日は倍では取れなくってセルで取れるんじゃないかなと思いますねうんあすいませんなんか全然ジュクジュクとして決断ができないんですけども、うん、わ私だってね全然この 今日の相場が見えない時ってあるわけですよ、うん。まあこう言ったらね、耳も蓋もないんですけども、この間の、なんかね、レンジじゃないですかって言ったら耳も蓋もないんですけども、こんなでかいレンジだとさすがにね、1円と30ピップスぐらいになっちゃいますんで、うん、でかすぎるだろうって感じですよね、うん。まあちょっと今日はそのぐらいしか今の時点で言いません。すいません。えー、とりあえずセルで取れることはあるけれども、でも倍ではちょっとね、逆に全時間軸、 上昇傾向にはなってるんですけども倍で取れるような気がしないんですよね、はい、そこまででお話をとどめておこうと思いますまあ私の方はねやっぱり今日という日でもちょっと稼ぎたいんでセルの方でポジション入れようかと思ってますけどもね、うん、まさに今ご覧いただいている大きなレンジの中であの下落するその途上にいますんでねた,ただですよもう一個こうも考えられるんですよねやっぱりこっから上昇トレンドが始まっているとも言えるんですよね ただこの上昇トレンドはあの特殊トレンドっていうブレに入るんでもしかしたらね介入かもしくは介入に恐れる投資家さんの利確によって結局落ちてくるんじゃないかなと思うんですよ、うん、さあ今日それがどう起きるでしょうか私はセルで入りますけどもちょっと難しいですねなかなかねはいじゃあ以上ですどうもお疲れ様です、えー、FX オリガラヒの今日の更新の追加でございます8月22日朝9時30分ですね 皆さん、私は、あえてセルの方にエントリーをしたということでお話しましたけども、その時は、ちょっとね、事情が曖昧ながらも、これは、セルの方向にそれでも向かうんじゃないかなってことで、真、ま、ん、あ、中はですね、ちょっと挑戦的な意味で、えー、下落の方にセルを入れたわけですけども、ちょっと今ね、ダブルトップが出たんで、これによって、ちょっとした理由付けがセルの方向に進むんではないかなってことで見えてきました。ですので、そのことをね、ちょっとお話したいと思います。 全体的にはね、まあ上昇している途中、もしくは、レンジと言ってもいいぐらいの間柄なんですけども、ん、それでもね、ちょっと私はね、セルを捨てきれないんですよね。で、事情がうまくせきつあの説明できてはいなかったんですけども、ここで髭先をつけてね、ダブルトップ。しかもヒゲ先がほとんど同じでしょで、こちらの実体の方なんですけども、結構力点になっていることと、プラスアルファで、 介入の危機が迫ってるというね。まあ、介入を実際にするというよりも、口先介入がね、もう入る水準じゃないですか。前回145円で入ってますしね。それからもうお話した通り、り、実際の介入があった、その価格帯にはもう入っちゃってるわけなんですよ。前回は152円で入って、その途中でまたね、下落途中にもう一回入ってますからね。 はい、それでね、えー、その辺の記憶が私を、これをセルにね、誘うんですけども、じゃあダブルトップはダブルトップでも、他の時間帯を見てみるとね、どういうことがまた見つけられるかってことを言ってみます。特にダブルトップの中でも、高根県にいるよってことが大事なんですよ。今、高根県に入ってますよね。この丸を書いたところって、この図で一番高いところにあるじゃないですか。だから高根県での1時間足ダブルトップは、まあ、下落に向かうかなと。 うん、まあ、ここをね、ちょっとね、無理やりこじつけると、ここもダブルトップと言えなくもないんですよね。ちょっとこの形のダブルトップは、どちらかというと、ここを抜けて、上に上抜けていくための、おまあ、ポイントになるのかなっていうところですけどもね。まあ、ちなみにこうやったらちょっと顔になりそうですね。はい、すいません。<laughs> で、えっと、日足の方ですね。冷足を見てみると、いろいろとお話し,しましたけども、ここ。結局高根県なんですよね。だから、ここからあ、下落をしていくことは、 大いにありえるかなともちろん、冷やしだけ見たらね、こっから下落なんてことは思いもいらない、えー、上昇トレンド中のこのチャンネルラインが引けますからね。だからマジタイム分析って言って、複数の事情をこう重ね合わせて最終的に全部が全部同じ方向を指し示してないんですよ、ね。ご覧のように。でも私はその中で決断をするとしたら、1時間の間では下に下がる可能性がでかいんじゃないかなと思って、えー、私たちはデイトレードですからね。あの 打ったポジションを例えば10時間ぐらいでで決済すするわけですよ10時間以下でとなるとその10時間以下での間っていうのは下に向かっていく可能性が強いのかなと思いましてねあのやっぱりこう20ピップスなり30ピップスなりを取るつもりでセルを入れてるかなってとこですまあ現在はねまだ含み損の途中ですけどもまあけど今日はこれでなんか見通しが立ったような気がしますねはい皆さんの判断はどのようになったでしょうか一応テクニカル的に言うとねこれ以外の回答は見つからないなと思うんですよ うん、ただやっぱり上昇トレンドでもあるんですよ、ここ。ね、ただ上昇トレンドは、こちらの足を見てもここで終わってるじゃないですか、うん。で、そっから折れ曲がって下に行ってますよね。それを考えると、まあ上がるのも上昇もほどほどかなと。さらに繰り返しになりますけども、いつでも口先帰りの危機が今の迫ってますんでね、うん。だからそんなに伸び伸びと倍の方向には行かないんじゃないかなというふうに考えております。はい、じゃあ。 午前中が終わりましてランチタイムにどういうふうに動きになってるかによって多少の修正を加えたいと思いますそれではまたその時に